セガラリーチャンピオンシップ。セガラリーチャンピオンシップは、セガ、後のセガインタラクティブならびに、後のセガゲームスが発売した、レースゲームのタイトルである。WRC をモチーフとしており、実在するラリーカーを操作した果重にあるいは経過タイムを競う、もので、それまでのラリーゲームは売れないというジンクスを払拭した、現在のラリーゲームの元祖ともいえる作品である。 1995年にモデルに基板を使用したオリジナルセガラリーチャンピオンシップがアーケードゲームとしてリリースされ、その後セガサターン、Windows PC、携帯アプリ、ゲームボーイアドバンス、プレイステーションに向けにマルチプラットフォーム展開された。また特殊な派生版としては、セガ新宿ジョイポリスに大型プロジェクタと本物の WRC ワークスカーである、 セリカ GT4 を使用し、アトラクションとして設置されたセガラリースペシャルステージが存在した。続編として、モデル3基版を使用したセガラリー2が1998年にリリース。ドリームキャスト版の2では、登場車種とコースが大幅に追加されるとともに、モードの拡充化や登場する各社の解説度が追加され、一部の WRC 専門誌などでも、 紹介された。さらに、セガラリー2006が、プレイステーション2用ソフトとして2006年1月12日に、リリース、初回限定版で、全都セガラリーチャンピオンシップの移植版が特典として、同行される。なお、2006以降は、今週末展開され、アーケード市場からは一旦姿を消すこととなる。2008年には、セガラリーリーボー、プレイステーション3、 PSP、Xbox 360、Windows PC 向けにマルチプラットフォーム展開。セガヨーロッパは、リーボ Windows PC 版リリースの落ち着いた2008年4月、初頭にリーボの主な開発拠点であるセガドライビング、スタジオを閉鎖としたところ、同月、2ある、ラリーゲームに関わりのある、イギリスコドマスターズが、同スタジオ買収により、閉鎖の危機は免れた。 そして2008年現在、ヨーロッパを皮切りに、リーボベースであるアーケード版、セガラリーさんを投入予定としており、ロケテスト、ローンチイベント段階まで進んでいたが、その後リリースへのめどは立たなかった。制限時間内にコースを完走することが必須目標となっている。コース中にはチェックポイントが用意され、これを通過することで、残り制限時間が増える。 レース中に先行している他のマシンを追い抜くことで順位が上がる。従来のラリーゲームと違いヒットした要因として、3D ポリゴン化によるリアルさの強化に加え、路面や車の特性の感覚的なものまでリアルに再現したことが挙げられる。それまでのラリーゲーム上、砂地は滑りやすい程度だったが、セガラリーはドリフト時にタイヤの横面で砂利を押し分けているような感覚まで思う。 再現した。特に、2においては、車種による加速力や最高速だけでなくオーバーステア、アンダーステアの程度や、重心位置、駆動方式などによる癖の違いまでも再現している。これにより車を操る面白さに加え、車の特性を感じ取れる楽しさ、それがさらにラリー独特の変化に富んだ路面を感じ取り、走りを的に変える面白さを提供することができ、 一方で、コースアウトや横転をせず、障害物にぶつかってもダメージを受けない、視界を妨げる、泥のウィンドウ付着においては反映されない点など、あえて、シミュレータとしてのリアルさを廃し、本来のラリーであれば複数台が、同時に走行して、ジュニーを競うことはないが、一般的なレースゲームと同様に同時に走行する、レース形式とし、良い意味でデフォルメを加えて走りを楽しめるように、 シテアテンはシリーズ共通である。これらにより、ラリーゲームは売れないジンクスを打破することに成功した。さらに、コースマップを表示せず、コドライバーと呼ばれる、この先のコース状況を説明する者が、マップ代わりをするというゲームシステムを採用し、レース状況もいかにもラリーらしい感じに仕上がっている。リーボでは、コースマップを表示している。設定で、コースマップを非表示にすることができる。 2006では、視覚効果のリアルさを追求し、リーボでは、鉄システムによりこれまで、スキールコンの例に漏れず感覚的効果による、固定のものでごまかしていたものを動的視覚形状化の反映とすることリアルタイム性の向上を図った。また、リーボの隠し要素として、WRC 以外のパリダカなどの、クロスカントリーカテゴリーの車種やヨーロッパで主流の、 ラリークロス系や欧米主流出るかつてのパイクスピーク、歴代系 WRC で試行前に撤回されたカテゴリーである、グループ S などの日本人から見れば、マイナーカテゴリー的な競技用の車種もゲーム趣旨に近くなる形で出現する。ゲーム中の車両は、ランチアとトヨタの巨諾を得て、実在のラリーカー、デルタ HF インテグラーレとセリカ GT4。 外観は一部の205と185のデザインを使用しているを使用してをカラーリングなども WRC を戦うワークスマシンを忠実に再現している。ただしエグゾースト以外の走る曲がるといったゲーム上の基本性能は両者とも同一となっている。さらに2からスバル、三菱、プジョー、ルノー、フォード、フィアットとより多くのラリー史実に携わっているメーカーが 加盟することとなった。2006からシトロエンが、リーボでは、シュコダ、BMW、アウディ、フォルクスワーゲンが追加となっている。セガサターン版では、上記の2社の他に隠し車種として、ランチやストラトスが追加されている。後にセガラリーに似て登場。4WD のデルタやセリカと、全く異なるハイパワー MR 車の表現として、最高速と回答性は高いが、 駆動輪が空転しやすく、ドリフト状態から復帰しにくいという極端な性能差が付けられており、その操作は非常に難易度が高い。2からは FF 車も加わり、車種間での操作性の違いを色濃くさせるものとなり、より各モード上のタイムアタックなどでの攻略性が深くなった。1995年に稼働が開始された。実世界のラリーではタイムアタックで順位を競い、 コースアウトする可能性があるが、セガラリーチャンピオンシップのゲーム内では同時に、走行する他の車両との競りで、コースアウトが発生しないレースゲームとなっている。ゲームバランスを含む修正が加えられた前後で、前期型と後期型があり、後期型は一部の標識も変更されている。プロデューサーとして、水口哲也が制作の指揮を取った。 アシスタントディレクターは後に頭文字 D アーケード、ステージのディレクターを務めることになる松本伊チーフグラフィックデザイナーは佐々木健人だった。BGM は三吉武史を治むゲーム中のボイスは当時 AM3 件の CG プログラマーだったケネス・イブラヒムによるものであった。他にも自動車を専門とするイラストレーターの高岡周一が協力していた。 セガラリー2を含めた、この2作品もバーチャレーシングから始まった、このシステムの例には、漏れず、ツイン筐体同様高ファイバーケーブル2本を使用した、リンク方式のリブモニターに対応する。アーケード版独自のオプション品として、可動筐体内蔵の同ボード一組が内蔵される。ツイン筐体では使用していないプレイヤー側を、設定により変更することで、 店舗大会や店頭デンストレーションなどで活用できる。このプレイヤー車を追っていくカメラ視点移動方式は、今週末イワンシューマー版リプレイやエンディングへ応用されることとなる。余談としては、秋葉原義語では、当時店頭稼働デモとして、バーチャレーシング筐体のワイドモニターを、店頭のガラス越しに置いてデモンストレーションしていた。1995年12月29日発売、アーケード版に、 忠実な移植が行われているとともに、画面分割による二人対戦プレイ、カーセッティングモード、上述の隠し車種のストラトスなど、タイムアタック時のコースとか導入などいくつかの追加が行われている。移植参考は、モデルにオリジナル版後期型ロム。秒間表示フレーム数は、アーケードの60枚から半分の30枚に落ちているが、同期種版。 デートな USA 時の200ライン描画からインタレース描画機能の導入とコースレイアウトの工夫により背景画に現れる場面は少ない。3D の 2D 統合技術的には跳ね上げの砂利の 2D ってくっしゃトーン、観客、目などの背景の前に来る前景においてはカメラ視点角度追随型。視点位置により視点方向に かき割り表面が向いて方向が追随するところは、アーケード版と同じ。後ろの瓦礫の山肌、建物など、ポリゴン数を落としつつ、テクスチャ表示エリアを短縮させているものの、トンネル外から、トンネル内より、先の背景までも表示するが、山肌までの前景までは、トンネルの長さによっては、非表示。煙などのエフェクトまではこの時点では、繁栄に至っていない。後に、 セガラリーチャンピオンシッププラスとして、X バンドによる通信対戦や、セガマルチコントローラー、アナログ操作パッドに対応した改訂版も発売された。この改訂に伴い同機種版、デートナ USA も後に、デートナ USA サーキットエディションとして、グラフィックともに、上記、プラス制作スタッフの手で、同等レベルのリニューアルを行っており、囲碁同機種版、 電脳戦記バーチャロンなど、大型筐体からの移植物は、この頃の技術が影響されることとなる。シリーズのいずれもリリース時点のハードウェア要求としては、3D 表現レベルの緻密化により、その時代のミドルクラス以上の 3D グラフィックスボードを必須とし、リリースごとに、その要求幅は高くなっていった傾向にある。ノート PC での動作は、ハードウェア進化により可能となる。 ゲーミング用ノート PC、モバイル向けミニノート PC なども近年登場しており、旧作においては、後の世代の対応外 OS 間の互換性を、ユーザーベルで対処の上、推奨サポート外としているものの、スペックに余裕があれば、Windows2000 以降に出てきたフリーウェアである、仮想工学ドライブ化ツールなど、イメージデータ組み合わせ利用上動さ例もある。リーボーでは、 メモリキャッシュを大幅利用したローディングシーケンスとなったため、スペック猶予がある限りは、比較的ストレスなくプレイすることができる。手軽さを最優先されるカイビット機種へのダウングレード移植のため、いずれも単なるダウンバート移植ではなく、ポリゴン数、テクスチャ、エフェクト、ドット数の制約により、続編からの進化はないものの、不可要素は可能な限り受け継いでいる。 いずれも操作性の簡素化されたデジタルデバイス機器への移植のため、ライトなフィーリング最優先の移植レベルとなっている。グバ版、携帯アプリ版、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。